今日は一日宿題の日です。頑張るぞ。頑張れないぞ。ダメです。頑張るぞ。おしろん お姫様ですね、あなた。まあいいや。はい、みなさんこんにちは。しおりちゃんのりみです。今回は夏休みの工作を作っていきたいと思います。一応ね、あの午前中に、なんだっけ、書く宿題はやったんですよね。一応ね、自主学習の方は、こちらのね、ドリルを買いました。はい、1学期の総復習と、ま、チャレンジ問題ということで、はい、でこっちが右のは普通に自学ノートとして今リミが使っている分ですね。はい、午前中はこれで勉強を終わらせています。はい、中をちょっと覗くと、まあやったものをここに貼るって感じ、うん、ですね。今日は日記書いた、うん、まあ日記書いたりとかこんな感じですね、うん、こんな感じです。はい、はい、じゃあ今日はお家にいる日なので、うん、もう宿題をやっちゃいます。はい、はい、で午後から工作何作るんですか？ UFO に。 UFO、 UFO ってどんな感じの、なんかイメージのできるものあるかな？ここにリミン、デンジロウみたいデンジロウみたいなね、ちょっと今ね、ちょっと洗濯機の音がすごいうるさくてすみませんなんかイメージで言うと、作り方は載ってないけどね、こんな感じ、わかるかな。あ、もうちょっと、ちょっと待って、もうちょっと、うん、イメージはなんかこんな感じです。なんか、なんていうの、 UFO が飛ぶみたいな、わかるかな、もう一回。 UFO が変な動きする。そう、 UFO がこうやって変な動きをする、なんか浮いてるみたいな、うん、こういう感じのをね、作ります。はい、はい、あ、タコ糸おしーちゃんからも。そうだね、じゃあね、どんどんね作っていきたいと思います。はい、どうするまず UFO を作ろうか。うんうん、ハサミとかかな。うん、お願いします。ハサミ使ってるよ。手気をつけんだよ。はい、このぐらいの大きさの UFO にしよう。うん、
はい、一応ね作ったんですけど、ちょっと磁石が弱くて動きが悪いんですけどね、あとなのでちょっと磁石をね後で大きいのにね変えようかとは思ってるんだけど、一応こんな感じだね、うん、近くで見るとかなり近くしない、あ、動いた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 、そう、こんな感じです。磁石のね、この反発し合う力で動いてます。あ、動いてる動いてる動いてる、グラグラなってる。これでもいけそうだけどね、リミちゃん。うん、まああとはねちょっとね様子を見て補強みたいなのを重ねて、こんな感じで、じゃあもうほぼ出来上がりですね。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れだはい、夏休みの宿題のオクラの観察。はい、すごいよね、見て、立派なオクラがねなったんですよ。ほら、もうこれいつ取っていいんだろうね、もういいのかな、ね、いいんじゃない、美味しそう、だいぶ立派な。お友達ももう取っていいんじゃない言ってた、出た、うん、雑順調にね、大きく育ったね、ちゃんとね。パパが水、そう、パパがね、しょっちゅう水あげてくれてたらしいですね。それでもパパ、パパ、オクラ食べるの楽しみにしてんのかな。ね、ね、41センチ。じゃあこのオクラだけ、オクラだけお魚の、オクラ一番でっかいのがいいんじゃない、これこっちの方が大きいんじゃない、大きい、すごいオクラ育った。食べていいんでしょ？うん。今日も頑張りました。はい。お疲れ様でした。はい。眠い？眠くなっちゃったね。工作作ったよね、うん、夏休みの、うん、それでバスボム作り、うん、をしましたいと思います、はい、で、じゃあ読むから材料が全部あるかチェックね。はい、重曹、クエン酸、計量スプーン、蓋付きボール、蜂蜜、片栗粉、ラップ、保存容器、PH レン手袋、ゴムベラ、シリカゲル乾燥剤、ラッピング用袋やリボン、はい、であとね、型を作りたい人はクッキー型で型作りができるということで、一応このクッキー型をセリアで買ったのと、あと色をつけたい場合は粉末食用色素を入れるといいということで、また同じくセリアで見つけた青と黄色の粉末のね食用色素を買いました。ほぼセリアで揃えた ね、片栗粉もセリアで買ったし、蜂蜜だけちょっとね、うん、普通のお店で買いました。はい、あとラップは家にあったのと、あと手袋も家にあったの、あとはほとんどセリアだよね。あと、お弁当箱はまあ家であったけど、昔セリアで買ったし、多分そのゴムベラもセリアっぽい。うん、ゴムベラもセリアね、だほとんどセリアでね、100均で揃えた感じになったね。はい、じゃあセリア、じゃあね、一応まあ一応出来上がりとしてはこんな感じ、
まあ、これを見てりみちゃんが作りたいって言ったのでね、これもまあセリアにあったんだけどね、こんな感じです。まずね、ボウルに重曹とクエン酸を計量スプーンで測って入れる。重曹が大さじ10だって。大さじ10、はい、じゃあ次クエン酸を大さじ3、3、次片栗粉と蜂蜜を計量スプーンで測って入れる。じゃあまず片栗粉からかな、さっき。何杯？片栗粉が大さじ2。大さじ2。2入れた。で、蜂蜜が大さじ1だって。いい？うん。わーい。次。次、ゴムベラで蜂蜜を混ぜてから。いい？混ぜて。うん。蜂蜜をちょっとまんべんなく混ぜてから、手袋をはめて手で揉み込むように混ぜるんだって。こんな感じ、こうやって一回混ぜたら手袋をして手でやるんだって。あ、もう手袋した方がいい。手袋、手袋、そうそう。え、ゴムベラこれだけ使うの？で、あとは手で揉み込むんだって。二つがいいな。二つがいい。はじめはサクサクしててまとまらないけれど、蜂蜜が馴染んでくると全体がまとまってくるよって書いてある。しっとりしてくればバスボム粉の出来上がり。早っ。こんな感じ、握るとこんなんなるぐらい。もうちょっと、もっと混ぜないと。もっとだ。保存容器は別にいらないんだ。保存容器かラッピングどっちかでいい。ラッピングしない人は保存容器に乾燥剤を入れて保存しておくんだって。だけどラッピングする人はそれでいいんです。ラッピングで乾燥剤とラッピング、どっちかでいいの。気持ちいい。使い方違う。ちょっと使い方違うけど、ちょっと2色作りたいそうなので2個にね分けよう。はい、いいわけ。うん、飛ばさないように。使うのはこちらね。これで色をつけます。はい、はい、色つきましたね。青と黄色。青と黄色。はい、じゃあ次の段階いきましょう。はい、次は、ラップに絞って形を作る。クリア、ね、ここでさ、あれかな、クッキー型の人はクッキー型の、クッキー型にするのかな。クッキー型にする。うん。じゃあ、うん、黄色はクッキーにします。クッキー型の型で、こっちにブシュって刺して。え、そうやってやるの？テリミはそうやって。あ、そうなの。顔型いい、うん、あ、なった、かわいい、かわいい、かわいい、うまくできるもんだね。ね、じゃあ、どんどん続きをやっていきましょう。ね、かわいい、かわいいね。リミさん、順調でしょうか。はい、結構ね、手間取ってるっぽいですね。はい、一応ね、この型でやったやつはこんな感じでこうやったみたいです。なんか盛り上がってんだよね。ね、なんでだろう。ちゃんとやったんだけど、ね、これさ、黄色しか使ってないと思うじゃん。ん、黄色しか使ってないと思うじゃん、うん、ハートの、うん、だけどね、青も使ってる。裏、うん、裏じゃん。嘘、うっすら青いの。うん、違う。何、秘密、秘密なのか。あ、分かった、中に青いんだ。そう中に青じゃ分かんないだからね、取り出したらね、青見えるかも、うん、あ、なるほどね。はい、もうちょっとね、もう型がなくなっちゃったから、あとはラップで丸める方法だね。
はい、ということでできました。はい、できました。結構時間かかりましたね、ここまでね、うん、はい、じゃあ次は、冷蔵庫で4、5時間、うん、乾燥するそうです。あ、乾燥させるのか。はい、じゃあ冷蔵庫ね、閉まっていきます。はい、リミの手も洗わなくちゃ。そうね、よし、よし、はい、ちょっと翌日になっちゃったんですけど、ね、昨日作ったバスボムを冷蔵庫からちょっとね出したの見てみましたが、ちょっとこれはね失敗ですね。ね、ママ、お水持ってきて、シュワシュワ。そう、シュワシュワはねしたんだよね、はい、じゃあちょっとね、よいしょ、ちょっとボールが緑で申し訳ないけど、ちょっと入れてみようか。いい、うん、シュワシュワシュワ、ほらシュワシュワはねちゃんとしてバスボムっぽいんだけど、うん、しかもね黄色になる。そうそうそう、なちゃんとねお湯も、お湯っていうか、まあ、今水だけど水もねちゃんと色がつくよね。うん、はい、いい感じ。だけど失敗だけど、出来上がったものが、うん、ちょっとね、てかもう作ってる途中からちょっとね膨らんできちゃって、なんか違うかなって感じだったんだよね、うん、そしたらもっと膨らんで、もっと見て、はみ出してちょっと、じゃあ近くで見るとすごい分かると思うんですよ。これなんかパンケーキみたいな、なんかお菓子って、パパが帰ってきた時これお菓子って言ってたよね。カップケーキ、危うくパパが食べちゃうとこでしたよ。なんかねこういうのもねちょっと柔らかいんだよね、うん、全然固まってない、うん、何がいけなかったんだろうね。それでね、うん、あのバイボムのね動画見てた。そう、他のね作ってる人いっぱいいるから、ちょっとね動画見てみたらちょっと作り方違ったね、うん、どうする、リベンジする？うん、リベンジしたい、うん、じゃあねまたちょっとね重曹が足りなそうなので重曹だけちょっと買って、うん、型もちょっとどうする、なんかシリコンがいいみたいね、うん、じゃあ買ってこよう。シリコンがあるかな。ねえこれ失敗、残念ながら。ねえこれ大きいのやってみたい。うん、だってそれだってもう持っていけないでしょ、そんなやわらやわやわなの。だってもう見て、ちょっとカメラでちょっと柔らかさを。やばいよねもうこれ、ほらおまんじゅうみたいな柔らかさだよ。いい、いくよ、でっかいのいく、いい、いいよ。うわーすごい、シュワシュワはなるよね、ちゃんとね。すごい、いいね、とかしてください。おー、もうすごいでっかいのだから泡がやばいね。でっかいのだからね、うん、ね、全然なくなんだよ、まだこれね、ね、でっかいからは、ね、超冷たい。え、冷たいの？水、超冷たくなっちゃった。あ、お水ね。はい、じゃあね、ちょっとね、リベンジするしかないね、宿題が、うん、これちょっと提出できないね、うん、バスボムまた作る？じゃあ、うん、作る。じゃあ作りましょう。楽しいな。はい。